ちだ。いやー早いな、やっぱ会食芸だと。まあ7時半だろうね。12分ぐらいに来れるんだ。いや、外なんだよね。ノリと勢いで普通に来てしまったけど、まずこれでどうやって降りるかなんだよな。やっぱ快速にちゃんとうまいこと時間狙っていくとめちゃくちゃ便利ですね。続くかなくてこんな早いんや。さっき被災まで行くのにあんだけ頑張って車で走っとったばっかり。これじゃない、これか。チケットってこれでいいのかな。これはどうやって出たらいいのかな。通話使えるはずなんやな。通話大丈夫やろ。すいません、これ使いたいんですけど。なるほど、駅員さんに行くりゃバッチリ OK っていうことらしい。で、今あれが今乗ってきた7時半やろ。で、どっちや、こっちか。何時は乗れたらあかんやつやから、20時14分の快速運営か16分の予快速。まあどっちでも大丈夫ですね。まあ14分のこれやったら、まあ8時半には静かに戻ることもできるのか。なるほど、めちゃくちゃ便利だなこれ。ってことでね、さあ通に来たはいいけど、ね、何をしようか。え、まあ、なんかちょっと変わってない。ケンプルの方のか、音が強い。こうしてもちょっと乗ってきたい。すごいな。そう、会社と思ってし、リアルやけど、近所だと校内ですからね、ここは。で、何やったっけ、帰りも JR って行かなかったですよ。あそこ壊すのと止まりますからね。便利よな、そう考えると。でこっちで JR の帰りですけど、その JR の駅なんやけどね、あからさまに通に来たはいいけどね。さあ何をしようかな、何をしようかなと思ったんですけど、まあ思いついたの、パッと思いついたのは、まあ通って何もない何もないってよく言われるじゃないですかね。ってことなんで、果たして夜のねこの通、駅前ブラブラしたら何か遊べるところとかあるのかね、徹底検証でもしてみようかなと。40分ぐらいでしょ、ちょっとぐるっと回るのに。まあ飯食いちゃったんだよね、さっき鈴鹿の方で。そういうような感じで行こうかな。何が空いてんだろうな、この時間。この朝だと吉野家は空いてるよな。あそこもあんま朝早すぎると空いてなかったりするんだけど、駅の東側っすね。で、あ、ジョイジョイあるんだ。寝カフェはないはずなんだよな、この辺り。でこの辺りとかのお店ももう閉まってるし、日曜日は昼間だけな。ああ、これはお花屋さんの方か。中にまた別に店があったりするけど。で、こっちにジョイジョイはあるんだな。
まあ、ここはどこまでですか？ 24 時間やってるか。あら？これ何があるんだ？深夜フリー。で、何があるんだ？あ、一応それなりにはあるんだけど。あ、こっちが屋台寿司とかあるのか。そこは何？トッキョビ？トッキョビ？ソウル？トッキョビがどういうあれなのかわからないけど、韓国居酒屋かな？路地裏居酒屋か。へぇ、ソフィーヌモンフフルチュースーチ。これでも韓国とか韓国料理屋さんもね。でも、こっちが使わなかったかな。一応パッと飲み食いできるとかあんだね。あ、 JR の横浜地域は全然ありゃない。夜飲み店あるね、ちゃんと食えるとか。こんなところか。ちょっと後ろ見せるか。あ、屋台寿司もあるやん。案外ちゃんとあるんだな。え、何もないのかなと思ってきたんだけど。サッカーの屋さんとかね。そこだけ飲める感じかな。なるほどね。ここからずーっと行って端っこ行ってくと、あの松節とかがある、あっちの方もともとの商店街になってるのか。よく分かってんだよな、木の構造。やってる予算はやってそうだな。ここも焼肉や。今日も焼肉多いな。平和だったらあれか、ここ駅ある方面か。あそこもマスタカ取るの。へえ、結構焼肉屋さん多いんだ。まあまあそうか、言うてマスタカ隣やもんな。ああ、がっつりこっち行くから。へえ、あそこなんかも宴会できるってなって居酒屋か。マスタカスがこれもね。あ、これもある意味こっちならではやもんね。まあ、この辺りは900円とか、まあ、1000円とか、まあ、この辺りも1000円するようになってきてるな。ちょっと上がってるねやっぱし。でずーっと抜けていくと、これで23号かな。ちょうどいい気温だし、夜の散歩にはちょうどいいよ。渡っちゃおうか。よいしょ。大体この23号までが一番かなって感じですよね。で、こっちをこっちからズドンと行くと、一応昔ながら商店街ってこっち側の方になってくるのか。普通の中央局があるのがこっちの方面ですもんね。でそっちの方がどちらかっていうと、なんて言うんだろうね、あの規模の差は大きいですけど、名駅と境みたいな感じでちょっと場所が離れてんだよな。なもんで、普通の百貨店と松節っていうのがあるんですけど、松節まではこっからだとまだ結構あるんだよね、多分。もう閉まっちゃいますね、この時間だと。
あそこだそこだそこだ。ヨルズン君の配達終わって、あんなとこに、あんなとこに3年もあった。知らんかった。これも裏道も裏道の方っすからね。